レゼント、ありがとう。初めてサイン会行くので明日お楽しみ。おありがとうございます。やったん。あそうじゃん。え待って、本当だ、なんかこの間と後ろ違う、昨日と違う、もしかして。わあ嬉しい、クリスマスだね。よいしょ、こんばんは。よいしょ、ポニーだよ今日は。雪ありがとう、結婚してありがとう、こんばんは。お今日さっき買った村山うちわがカバンに入らなくて、自分も世間にゆうかちゃん配信してますめっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう。めっちゃ村山ゆうか発信されてる、嬉しい。雪おかみさんメリークリスマス、ありがとう。今日は白、なんか昨日とめっちゃ似てるよねトレーナー。昨日とは違うんですこういうトレーナーばっかり着てるから、昨日とは違うんです。今日は裏着も、寒くない今日、びっくりした、今日は寒いです、あったかいよ。ポニテ嬉しい、ありがとうございます。よいしょ、こんばんは。間違い探しみたいな、そう昨日はねこの辺にロゴがあったと思うの、今日はこの辺にロゴがあります。違うんですよ。明日はサイン会ですね。こんばんは。わあ、えすごい、クリスマスプレゼントだ、しげちんさんありがとう。えめっちゃすごい、めっちゃクリスマスかわいい、ありがとう。今日暖かかった、みんなにもね今日暖かかったでしょって言われたけど、私の爪がね寒さを物語ってた、もうその温まったけど、なんか手首とか足首とかが冷えると、私もう本当に一気に冷えちゃう人なの、寒がりも分かりやすいぐらいな寒がりで、そう手袋今日つけたよ、だから手袋つけて温まってきたなみたいな。プレゼントありがとう、メリークリスマス、レイさんありがとう、メリークリスマス。そう今日は寒かった、あ待ってすごい、メリークリスマス、うわ靴下だ、待ってさっきと中身一緒、違う、さっきの中身こうさっき見れてなかった。シドさんありがとう、靴下ありがとうございます。え、当たりと外れがあるの？今回もそりゃ気になるね。よいしょ、あった、わっ、あ、鈴だ、ありがとう、すごい、レイくんありがとう、鈴メリークリスマス、スカイさんありがとう。鈴と靴下が今のところ出たね、なんかいろいろあるのかな、何が当たり？当たりとかあるの？これ当たったら何かあるのかな？クリスマスプレゼントって全部当たりじゃない？どうなんのかな？サンタの格好したゆかちゃん出てきてくれるといいね。うんうんうん。出てくるといいね。ね。当たったら嬉しい、確かに嬉しいっていう幸せはやってくるね。すごい、いやイベント始まってるんだ、イベントがあるのかな、イベントがあるの、イベント中今アバターお着替え、かわいいくもちゃんにありがとう、嬉しい。皆さんがサンタさんになってくれるの、出てくるといいね。あら
九州になってる？出てくるといいね。え、分からん。出てくるといいね。え、どうなんやろう。どうなん。え、皆さんがサンタさんになってくれるの？そりゃ嬉しい。うわーすごーい。うわーすごーい。めっちゃクリスマス。ありがとうスカイさん。ありがとうメリークリスマス。しげちーさんありがとう。鈴だったね。ありがとう。お、お誕生日いきまーす。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 阿部ちゃん。Happy birthday to you. おめでとうございます。おめでとう阿部ちゃん。いつもありがとう。素敵な一年になりますように。ありがとう。りょうさんメリークリスマス。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。おめでとうだね。おめでとうございます。トゥーユーわー、さやちゃんありがとう。メリークリスマス。ありがとう。日曜あたりからぐっと寒くなるみたいだから気をつける。ありがとう。お、メリークリスマス。ありがとう。りょうくんありがとう。待って、阿部ちゃんありがとう。パフェ、くまちゃんパフェありがとうございます。嬉しい。メリークリスマスのあの背景にパフェで、もうめっちゃキラキラ。ありがとう。あ、お、すごい、ハッピーホリデーって。ちゃーちゃんありがとう。ありがとうございます。すごい、阿部ちゃんタワーありがとう。いつも本当にね、ありがとうございます。お話し会でもなんかさ、いっぱいこう次いついつ会えるよとかっていうさ、ことを伝えてくださってて、すごくね、なんか、あ、次はいついつ会えるんだって思えるし、やっぱそれが次の楽しみ。その時の時間も楽しいけど、その言ってくださると次の楽しみがまた増えるっていうのがいつもね伝えてくださってて嬉しいし、そんなね素敵なさ誕生日を今日もこうやってお祝いできて嬉しい。阿部ちゃんおめでとう。いつもありがとう。ライブでも頑張るね。いつも見つけられて嬉しい。ライブとか阿部ちゃんセンサー発動してるからね。すぐ見つけちゃうよ。ありがとう。いつもタワーもありがとう。今ので小あたり、小あたり、小あたりかな、大あたりがあるから小あたりか。めっちゃキラキラしてたけどね。2月のお話が行くのでよろしくって。よろしくね。ありがとう。あ、鈴、スカイさんありがとう。鈴嬉しい。あ、I love you。 ありがとう。お手紙じゃなくてプレゼントだった。プレゼントありがとう。雪ありがとう。くまちゃんありがとう。花束ありがとう。ありがとうございます。お、10日前おめでとうございました。あ、おめでとうございました。ん、おめでとうございました。わあ、ももちちゃんありがとう。メリークリスマス。嬉しい。ありがとう。メリークリスマスだ。こんばんは、こんばんは。当たりくじとか私もなかなかないよ。明日のサイン会夜だからね、時間がねあれだよね、合う合わないです。クリスマスの予定がニヤジョイのライブなので幸せすぎるじゃん。ねえ、ねえ、会えるじゃんかね。楽しみすぎるよ。嬉しい。早く会いたい。嬉しい。あら、ママさんおめでとうございます。おめでとう。小倉彩香ちゃん、くまちゃんありがとう。ありがとうございます。ゆうかちゃんのため1枚だけ追加できたって。嬉しい。会えるね。やったん。ありがとう。お、レグルスさんありがとう。プレゼントだ。ありがとうございます。スノードーム、雪ありがとう。ありがとうございます。
ね、クリスマスはもうね無条件にね楽しくなっちゃう。もう背景がすでにもう楽しい。ハマチと抹茶ポーズいいよ、任せて練習してきてねじゃあとか言ってこんばんはね。今年のクリスマスは一緒に過ごそうねみんなで。くまちゃん雪だるまありがとう。そうね今年のクリスマスそう福岡だし最高よ。おおベロンさんありがとう。すずありがとうございます。街の雰囲気もねわかる、私も大好き。お話し会行ってみたいけど緊張して固まるってそんなことないよ。緊張しなくていいんだよ。まあ初めましては緊張しちゃうかもだけど、それからその日からどんどん仲良くなっていけるっていうのがやっぱお話し会の醍醐味だと思う。私はやっぱりこうお話し会という機会は一番なんか皆さんとの距離がぐんと縮まる時間だと思うから、もしよかったら一緒にお話ししたいです、会いたいです待ってますね。雪だるまお手紙ありがとう。クリスマスといえばクリスマスツリー、サンタさん、トナカイ、チキン、ケーキ、プレゼント浮かびますね。そうだいぶ赤赤赤赤嬉しい、絶対見つけるんだからさすがおしめ様ありがとういや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 本当にありがとうございます。ありがとう、待ってありがとう小倉彩香ちゃん、ありがとう嬉しい、どうもどうもありがとう、今日も会いに来てくれてありがとうございます、嬉しいね。昨日の一昨日のぶりだね。昨日は忙しかったのかなありがとうタワー、嬉しい、早く会える日が待ち遠しいよ。早く会っていっぱい話そうねありがとうタワー、これからもいっぱい配信見に来てね、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。お、ライブグッズ、そう皆さんね、あのリプをさ、私今日あんま携帯見てなかったから、さっきね結構久しぶりに携帯見たら皆さんがこうグッズ買ったよっていうねメールをねたくさんそうしてくださっててめっちゃ嬉しかった。おばあちゃんの家に携帯忘れてて、あらあら、でもおばあちゃん家の中でゆっくり休んでたんだろうね、ふんってありがとう、無事回収できてよかった。こんばんは、大阪でゆかちゃん準備してるからって、おありがとう、準備じゃない装備ありがとう、楽しみに待ってる。わあありがとう、結婚してゆかだけのかんちゃん、ありがとう結婚して嬉しいメールって言ってた、もうなんてこっただね日本語がちょっと危うい。つぶやいたら見てくれるよ、あのアットマークアットマーク村山優香ってつけていただけると目に入りやすいです。よいしょ、もうちょっとライトつけようかな、こんぐらいしないと目に光入らない、目に優しいリングライトってあったりするのかな贅沢言ってみたありがとうしげちさん、靴下ありがとうございます、嬉しい、いつもメンション見てるよ、こちらこそ本当にありがとうね。サングラス確かに目に光入れるためのライトだけど、サングラスつけちゃったら何がしたいか分かんなくなっちゃうよね。でもね気持ちはサングラスした状態でリングライトは浴びたい無理があるか、もう瞬き、やっぱ瞬き多くなりすぎちゃうからやっぱちょっとちっちゃくするね。最近携帯見すぎて目がもう重くなっちゃうんだよね
ディフューザー付きのリングライト、おおすごい、発明してよ、売れるかもよ赤ニットでも、え、いいじゃんね、赤ニット着てるもう最高に可愛いんだけど、見たい、見つけたい私もこの間赤ニット買ってさ、届くのめっちゃ楽しみにしてるの。赤ニットってなんか冬着たくなるよね。私はなるの赤ニットってめっちゃ可愛くない？冬ぐらいにしか着れないぐらいのさ、本当に真っ赤なのさね。ドストレートにありがとう、めっちゃ嬉しいよ。眼球をね、目に光が入ればいいんだけどさ、私なんかカーブの形だと思ってる最近さ。なんで私目に光が入らないんだろうっていう思ってたら、多分ねカーブの形がさ、こう一番トップがさ、こうもうまぶたにかかってるからだと思う。頑張って開けてもさ、目の球体の部分あんま出ないのね。だから目に光入らないんだって思いながら、開けすぎだめ。目がね、なんかさ疲れてなくても目がすごい疲れてるように見えるからさ、全体が疲れてるように見えちゃうのが。私はもういくらでも喋れるよ、喋れるけど目開いてないよね。ラメとか塗ってみる物理的に光を灯してみようかな。下から照らす、そう下からとかね照らしてみたいんだけど、ライトがあるとなんか iPad の挟むやつとね、場所的にねどうしても上になっちゃう、難しいよね。しげちさんありがとう、メリークリスマス、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。レフ板ね、あ白い何かがあればよかったけど、今日は私の T シャツが、 T シャツじゃない、ロンティがレフ板効果、気持ちよ、ほら顎が、顎周り明るくなった、気持ち程度だねえ、おお、いい感じ、うわありがとう、なっちゃんありがとう、クリスマス嬉しい。それこれねめっちゃ大きいのよ、トレーナーが大きいからね、物理的になるの、私の腕の長さじゃ足りない。発酵してる、私いい感じで発酵できてるやったやったなのか、どうなのか、オーバーサイズっていいよね。私はこのダボっとしたトレーナーにダボっとしたパンツを履いて、ダボダボっとしたコートを着るのが大好きです、ね、アヒルありがとう、雪だるまありがとう、今日も天使やったん、嬉しい。今日はね前髪瞑想してたからね、どうなることやらと思ったんだビジュ1億点褒めすぎそんな褒められちゃって、私もう幸せ者だよ、ありがとう、優しすぎるよ、嬉しい。お大阪ありがとう、嬉しい。26日も実質クリスマスだよね、私たちの中ではね。肌はね、白く見えてるだけ。実際はそんなことないよ。ハートありがとう。こんばんは。こんばんは。この前ツイッターにあげてたゆうみつき、とても可愛くて湧いた、嬉しい、ありがとう、ゆうみつきラブ、私もゆうみつきラブ、
私も読みすぎて読みすぎラブだもん。なんかね、不意にね、あ可愛いってなんか言っちゃうの美月が多い。美月に聞こえないぐらいに可愛いねってつぶやいてる。ゴーゴーありがとう、雪の結晶ありがとう。二つ結びだからかな。うん、ね、嬉しい。ゆみつきエピもう私が一方的なんだけどね一方的に可愛いって言ってるっていうだけなんだけど、可愛いよね。お、お誕生日、お嬉しい、いきます。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear Kwan Kwan san. Happy birthday to you. おめでとうございます。おめでとう。いつもありがとうございます。すごいお名前お久しぶりにお見かけしたかも。めっちゃ嬉しい。ありがとう。素敵な一年になりますように。花束ありがとう、ありがとうございます。皆様おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと一瞬お茶飲んでいい？おいしい。待って、ありがとう、めっちゃありがとう、ありがとうございます。小倉彩香ちゃん、ありがとう、タワー、嬉しい、ありがとう、嬉しい、コメント読むよ、ありがとうございます、嬉しい。私がお水飲んでる間にお茶か、ありがとう、タワー、嬉しい。今日はお仕事だったんですか？平日だけど、どうかな。21日仕事でサイン会行けないかも、ごめんねって、全然全然、もうお仕事頑張って。エール届けるね。21日って明日じゃない、次のやつでもね。ありがとう、そんなお忙しい中ね、こうやって今日も配信見に来てくださってることがもう何よりもう嬉しいし、こうやって時間を作ってねくださってることが幸せです。ありがとう、嬉しい。お仕事頑張ってね、エール届けるよ。ファイター、ありがとう、嬉しい。そしてレイくん、ありがとう。なんだっけ、プレゼント、メリークリスマス、ありがとう。今日はね、甘香ばしいあったかいほうじ茶、もうあったかくないけどほうじ茶です。明日全部テスト返ってくるって、おお、私テスト返却好きだよ。どんな点数であれなんか好きだったな。緊張するよね、なんかさ、不安なテストだったらこう、うわあれあそこ解けてたかなとかさ、なんかどんぐらいいってんだろうみたいななるよね。緊張はするかもけど好き、ずっと好きテスト返却は。音読しちゃった。ほうじ茶美味しい。冬ってさ、なんかほうじ茶飲みたくならない？そう。宮城医学力テスト？何位だろうね。多分もうみんな頭いいから私最下位の可能性あるよ。みんな頭いいし、頭の回転早いし、すごい尊敬、すごすぎる。よいしょ。ホットならほうじ茶 OK。 コナー頭いいよ、コナーから知らない単語飛び交ってるもん、おーみたいな物知りですよ。
国語だけ点数楽しみだった。あ、あるよね。なんかこのテストだけは自信あるみたいな。始まりやってるよ。私は日本史がそれだったかも。日本史だけは点数気になるみたいな。毎年ね、平均のなんかこう、私ね、日本史のテストあんま記憶がないけど、高校生のね時は3種類くらいしか点数取ってない。なんか3種類で待ってごめん遊んでた。3種類ぐらいしか点数取ってない。なんかほんとんど同じ点数取ってた。3種類そう、一応まだ見てない。でもあのあれ見た、ショート見せてもらって見た。あゆみめっちゃ可愛い、激かわ。可愛い。そう、9消して、あ、なんかちょっとずつ減らしていったらわかるかも。初めちょっとカッコと P だけ取ってみたいな、ギッだけ残してみたいな、最後全部なくなるとかだったら結構なんかこう自然な流れでいけるかも。どんな贅沢を言わせてるんて、ごめんごめん一文字ずつ減っていったらいい感じに馴染む気がする。そう、ポケセンでね、めっちゃさ、もうあゆみみつきがポケモン大好きな2人だからね、なんかその時の撮影とかなんかが予定入ってた時に、そう、よかったねってみんなで言ってた。楽しんできてね、毎日1個ずつありがとう。優しすぎる、ありがとう、嬉しいね。顧問のね先生あるあるだ。私は顧問の先生っていう、なんかあんまり副教科の先生だったからなかったけど、そう、お腹が鳴ってる、ピョンって出ちゃったよ、こっちにマジ。そう、ゆうかちゃんが知ってる中で一番マニアックなポケモンの名前、マニアックか。マッキョ。歌でしか覚えてないんだ。マニアック。やった、懐かしいよね。そう、ずっと歌ってた。今を考えたら、もう今はね歌詞まで忘れちゃったけど、今思ったらなんであのカタカナ続きの名前を覚えていたんだろうっていう。ギアル、ギギアル、ギギギアル、そうそうそう、一生思い出せなかったかもしれない。わ、いい線いってたやん。じゃあやったね、嬉しい、やった。懐かしいよね、まだ全部歌うの。すごい、みじまる、うん、だるまっか、はほほほほみたいな、うんうんうん、まばんぼう、なんとかかんとか、ポカブー、ドラダ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 ラ、あんま覚え、歌詞がわからん。ダラ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 、世界一甘い缶詰ぐらい甘いよ、激甘、そういうの好きよ。そう、
そうなんです。あとはね、もう2番わからんな。そう、ドーナツが砂糖漬けになってる、それそれ、あれぐらい甘い、食べたことないけど。合格やった。フライゴン、フライゴン、どんな感じだろう。インドなんだ、あのお菓子というかスイーツというか。歯溶けそうだよね。自分の世代と違うポケモン言えるかな。そう、前もあったの。そうなの。2012年とかだよ多分、私が今歌ってるポケモン言えるかなって。そう。チコリータ知ってる、緑色のやつでしょ。チコリータ知ってる、初代ポケモンバージョンって。そうなんだ、知らなかった。あゆみなら知ってそう。これね、ポケモンの話で合ってる。ただ注意してほしいのが、私がポケモン用語が詳しくなさすぎて、ポケモン詳しくないので、おそらくあゆみのルームとの温度差はあるかも。すごい知りたい気持ちは山々。ごめんごめん、今日ねめっちゃ甘がみれいなの、めっちゃ噛む、すっごい噛む日。気にしないでね。なんて言ったって感じだよね。私ももう二度と言えない、なんて言ったって言葉だった。そう、レベル100、すごっ。ハキハキ喋れてる？マジ？やったね。二人の推しポケモン？ YouTube で言ってた？そう。うお、嬉しい。きっと青い。500回聞いてくれたの？ありがとう。嬉しい。きっと青い。楽しいよね。ライブで早くしたいね。楽しいよ。多い。はいはい。ねえ、ツアーね、あと10日だよ。10日、どうかもあっちゅう間よ。あっちゅう間にこんな時間ねだよ。お、すごい。今日推しポケ聞き回る旅してるので助かる。私の推しポケは、V のやつ好きなんだよね。 V ビクトリーみたいな、ビクティニーだと欲しい。可愛くない？髪型決まってない。ツアーでしょ？決まってない。そう。世代が同じすぎる。そうだね。多分一緒かも。今日テンション高い？と？よかった。そう、そのね時期ぐらいが一番ね、その時間帯に起きてて、ポケモン見て、その後日本昔話見てってしてた。そう、一番小2、3年とかなのかな、4年、何年生、私あの時分からん。推し昔話。昔話か。おむすびコロリンとか好きだよ私。いや、昔話のね、歌が好きだったんだよね。「坊や良い子」
相談ですよ。あと CM もさ、なんかすごい干支なのよ、全部干支なの。干支の CM のなんかお家のなんか CM みたいな感じで、もうそれが可愛くて可愛くってね。今昔も変わりなく、あ、でもその時放送されてた曲はこっちじゃないかも。これはリコーダーで習った日本昔話の歌だと思う。テレビで流れてたのは違かったかも。なんとなく そう、リコーダーのさ歌なのに私歌付きで覚えるって、歌詞付きで覚えるっていう。あ、そう、竜に子供が乗ってるやつ、なんか、あ、そうそうそう、なんかそんな感じだった。ワンフレーズ聞いたら多分続き歌えられるって感じ。そう、ね、竜の背中に乗ってるやつさ、曲違うから、あ、そういうのあるかも、もしかしたらそういうのあるのかな、あるのかも、どうだろう、あるかな。推しアニメは約束のネバーランド。私第一シーズンっていうのかな、続きが出てたらちょっと分かんないけど、は全部見た。めっちゃ面白いよね。めっちゃヒヤッとハラハラッとする。ヤクネバの映画化なってるじゃないですか。その映画の部分までのアニメの話数、何話までかは分かんないけど、一気見した一日で最近スペック見てます。スペックね、今回は違う、今回今は一番初めの10話はドラマ見終わって、スペシャルドラマを今日見終わって、次映画らしいので、スペックちょっと映画を見ようかなと思ってます。取ります。そうなんですよプレゼントありがとう、星雪ありがとう。そう、映画もね、そう結構長いんですよね。だからね、まだまだ楽しみがいっぱい。ドラマってさ、結構ドラマロスみたいなになっちゃうのね、私。そう、それがね今んとこないからめっちゃ嬉しい。続編ありすぎて楽しい。ウィッシュっていう映画、おお、いいね。映画館最近行ってないな。そう、そうなのよ。能力ね、すごすぎる。東京リベンジャーズね、どこまで見たかな。漫画で見てたんだよね、アニメを通り越して。漫画で見てて、どこまでって言ったらどうなる説明が難しい、なんかネタバレになるっていう、なんか大丈夫みたいな大丈夫みたいになっちゃう。そう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 。どう、なんかこう最新までついてきてますって方だったら大丈夫かもしれないけど、まだ見てないみたいになったら、どこどこのところって言ったら一気にネタバレしそうなのであれだけど、でも結構見てるかも。役の場じゃなくて通り部も。漫画読むイメージあんまりないかもね。確かにあんまり漫画を読んでるって言ってないかも。なんかね、アニメの続きでやっぱ漫画が先じゃん。だからそういうので見たりするかな。スポーツ漫画はあんまり読まないかも。黒子のバスケはちっちゃい頃に家族でね、漫画じゃなくてアニメの方でね、ずっと深夜放送してたから、深夜だったかな、忘れちゃったけど、ずっと見てた。黒子のバスケ、一生朝から晩まで黒子のバスケ見てた。バスケってさ、めっちゃさ早いじゃん、一つの試合が結構短めじゃん。だからこう
パンって時止まって、あの相手チームのどたらこたらのこたらこたらになって、だから僕はこう言ってこう言って相手シュン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 みたいな、この考えてるシーンがすごい好き。うわーみたいな。本当のさ、バスケの試合だったらめっちゃその瞬間も一瞬なわけじゃん。そう、5秒が30ページぐらい。そうそうそう、その考えてるっていうか、そのね、シリアスな感じが、臨場感めっちゃ好き。バスケ部っぽい？バスケは好きだよね。バスケはね、試合とかもね、見たことありますよ。福岡だけどね。そう。雪、ハート、だるま、ありがとう。最近漫画見てない？私も最近漫画見てないかな。そう、うんうんうん。おお、野球すごい。野球、野球もあのプロ野球は見に行ったことあるかな。そうそう、野球ね、足速そう。ワンピースってもうだってすごい関数あるでしょ。私誰か、私の友達か、私の友達がね、今になってワンピースを1話から見てみようみたいな言ってて、今どこまで行ってるか分かんないけど、頑張れって、頑張れって応援してます。そう、福岡のね、そう、ドームまでね、見に行ってね、してましたね。そう、おー、テニスね、テニスすごい。テニス全然したことないや。見てたけど、部活でなんかね、運動場テニスしてるところを見てたけど、今日もテニスしてる、朝練とかしてたからさ、いつもなんか学校来るときにパカ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 って聞こえてて、すごい朝からと思いながら。あやなどすちゃん、ありがとう、 I love you、 ありがとうございます。すごい、6秒台って早くない？早いよね。私も運動なんかもうちょっとなんかしてればよかったなって思ったよ。そう、ほんとなんかあのかじったのかの字ぐらいかぐらいしかしたことないのよ。全部のスポーツをかぐらい、ハンドボールもかっていう。学校の授業は別じゃん、あれはなんかこうしたことあるっていうより授業の一環だから、そしてカッって終わってる。さあ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 ね。かじっくらいのは、かじっくらいの運動はなんだろうな、なんだろうな、うん、かじっ、ちゃんと体験に行ったのはハンドボールくらいかも。でもスポーツは分かんないね、私も分かんない。そう、ドッジボールと似てるからっていうのある。そう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 ね。ドッジボール習ってた子はね、ハンドボールかバレーボールかバスケットボールに結構の割合がみんな行くっていうのがあった中で、私は帰宅部を選びました。その後放送部になりました。そうそうなんですよ。雪だるま、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、
こんばんは。よいしょ。わ。確かに野球ってすごいよね。野球なんかラウンドワンで一回バッティングとかしたことある気がする。意外とさ、こう全身にこうボールの重みがゴーンってくるんだね。すごいね。ホームランなんてものは相当な力じゃないと。そうそうそういつかオンラインでもお話ししてみたいって。嬉しい、ありがとう。私もお話ししたい。なんか野球知ってるっていうのを知って、すごい紛らわしい日本語になってる。知ってるっていうのを、知ってたっていうのを知って、すごくどんどん話したくなってきた。嬉しい。話そうね。6時に起きて野球がの、すごい。私夢の中頑張れ、夢の中で応援してる。久しぶりに見に来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとうございます。野球部の人、あ、そうなの。反動でめっちゃ金髪とか。めっちゃ金髪って何って感じだよね。金髪は金髪じゃん。何、レインボーとか、わかんない。髪色あんまりわからん。金の中の金色なんかもね。髪型ってこと。レインボーもさ、めっちゃ可愛い色ない。なんかたまに見るんだよね SNS で。すごい、なんだろう、もう白に近い金髪。もうめっちゃ、なんだっけ、あの脱色ってなんだっけ、ブリーチした上にパステルっぽい、危な、パステルっぽい色をカラフルにしてる。そう、レインボーにしてるの。めっちゃ可愛い。ユニコーンみたいで可愛いっていうのあるよね。お兄ちゃん何部でしょう。一応内緒にしておきます。お久しぶり。おー、ありがとうございます。元気ですか。ありがとう。アカウント変わったのかな。ユニコーンカラー、そうそうそうね。だるま、ありがとう。兄ちゃんは何部だったでしょう。一応ね、兄ちゃんのプライバシーを守っておこうという。マニアックなって難しいよね。マニアックな、なんだろう。あら、覗いてる。もうわーって落っこちちゃってもいいんだよ。ヒャーって背中ポンって押してあげるよ。ポンって、ふわー、勇敢のマナーってなれるよ。すごい、今日喉乾いてたみたい。色落ちか。色落ち難しいよね。色落ちまで考えるとさ、結構髪染めるのって悩むよね。色落ち綺麗なのってなんだっけ、ピンク系。なんか青とかは結構色落ち早いって聞いたことがある。青系、私でも染めるなら青とかしてみたいんだよね。インナーで青とかしてみたい。去年かな、去年のイコノイジョイのあのミルテンさんの髪型、めっちゃ私がいつかしてみたいって思っている髪色というか、インナーで青でっていうのがドンピシャすぎて、めっちゃ可愛いと思いながら見てました。見させていただいてました。そう、いつかはね。え、待って、私髪の毛長い、びっくりした。やっぱニテールが前でこんな出てくることある。めっちゃ毛量ないけど長っ。ポニーテールしてるんだよ。捨てて、この長さってすごっ。初期ね、私こんぐらいなの。長さ見えるかな、こんぐらいなの。初期こんだけ伸びた。
黒髪ね、確かにそれはありそう。満足してっていうのは結構あるかも。そう、青は色落ちね早いって聞く。そうなのよ、してみたいけどね。ブリーチするとさ、そこもすごく痛むって聞くし、友達のをなんかこう、ここがブリーチしたところでここがブリーチしてないところって言って教えてもらっても、やっぱ髪質がこう綺麗に分かれるというか変わるので、すごいブリーチってすごいなと思いました。めっちゃ痛むらしいね。一度は染めてみたいけど、でもまだなんかまだいいかなって感じ。今仮に染めるとしても、この G の黒に茶色入れるとか、気持ち明るくするくらいかな。まあ、するとしてもね。そうそう。ポニーテールリボンキャラ、これが好きなんでしょ。そう。ブリーチで髪溶けるくらい、そうだよね。だって色素抜いてるくらいだもんね。強力なあれなんだろうな。次何色にしよっかな。何でも似合うよ、めっちゃ何でも似合うと思う。何がいいかな。今アバターが赤だから、すごい赤をどうしても想像してしまうんさ。何だろう、何だろうな。でも明るい系なんだ、暖色系なイメージするかも。結構最近は。はじめまして、ありがとう。やたろうさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山由佳です。ハイライトとか似合いそう、こう入れるの。ポケモン部に入部予定は、あの試験勉強結構必要かも、私の場合。そう、あの試験で、あの入試みたいな結構がっつりした方がいいかも、私の場合は。一夜漬けで、まあ、一応頑張ればないけるとは思うよ。一夜漬けで、うん、いやだから一夜漬けでできるほどの甘くないよ、ポケモンの世界は。やっぱりね、甘くない。1日だけだったら、なんか結構勇気いるのしたいよね。例えばなんだろうな、うん、だからといってね、結構私ね、パキパキ系のね色はね、今はそんなにしたい欲がないから、アッシュグレーとかミルクティーとか、なんかそんなぐらいな感じ。あ、白いいね。え、確かに1日だって戻るなら白したいかも。もうブリーチ3回とかそんぐらいのなんか感じのさ、もう髪圧倒的に痛みそうな色だし、え、確かにちょっと気になる。1日だけ、ついでね、よかったら今度染めたらいいってですね。そうそうね、確かにピンクぐらいじゃ、いいね、色的には可愛いそう。私に似合うかだよね。なんか私って何色系が似合うんだろうっていう、こういうね青とかはねすごい好きなの。青コーンとかすごい好きなんだけど、眉毛とか、まあ、ブラウンぐらいじゃないかな。脱色してちょうどいいくらい。グレーもいいね、確かに。どんな感じになるんだろうね。金髪ね、かわいい。早見何でも似合うからね。お、すごい赤髪、一層真っ赤で赤。どうだろう、私の赤あんま想像つかなくない？私だけそう思ってるの？全然想像つかない。え、え、待っ
って時間の進みが早すぎてって、時の流れが早すぎてびっくりした。今1時間配信してるの私ってことか。びっくりした。うん、今日一の驚き。うん、びっくりした。だってあと10分ぐらいで誕生日でしょ。10分10何3分ぐらいね、あっという間じゃん。びっくりしちゃった。自分のカラーをね、確かにどこにいても村山優香ってわかる。そう、ショートカットね。もうちょっとロングを楽しんだらショートカットにいつかするかもね、わかんないけど。まあ OK ってなったらだけどね。そう、リコとかさ、あゆみとか、ね、すごいショートじゃん。ショートの子を見るとね、切りたくなっちゃうんだよね。レノンもショートか。レノンはまたちょっと系統が、もうレノンだと似合うけど、私になるとちょっとまたガラッと変わっちゃいそうだけど、リコのようなボブとかはすごいやってみたくなるよね。でめっちゃ幼くなると思うんだ私、ショートをカットにすると。だから相当切るぞってなんない限りまだ、まあ、切っても肩うここぐらいかな。ここはね結構勇気いるよ。私丸顔だからさ、結構丸なっちゃいそう。イメージつかないよね。あんまりショートカットっぽくねしてないもんね。ショートのことはねあったよ。小学校6年生とかか、修学旅行終わりにショートカットにしたから、修学旅行までの卒業写真、小学校のねは長いのに、あのこう一人一人のさ、こうあるじゃん証明写真みたいな、あれだけめっちゃショートカットなのっていうね、あ誰みたいななってると思う。フラヤカちゃんありがとう、くんまんありがとうございます。うんうんうん、ねえ、ボブで。そうジュリーもね、なんか今は分かんないけど、ニアジア入ってからの時になんか過去一長いみたいな言ってたから、もしかしたら今もうなんかこう長いうちに入ってるのかもしれない。みんながさデビューにさ向けてさ結構いろいろ髪型変えてたからさ、なんかこう今日は誰々が着るらしいよみたいな聞いててめっちゃ楽しかった。あゆみがウルフするってみたいな、リコがショートに着るってみたいな。そうジュリーはねこうレイヤーじゃないけどなんだ入れてて、そうそうそうみんなね変えてて、うおいいねーって感じ。リコの髪なんてめっちゃ綺麗だからね、なんかね羨ましい。キューティクルしかない、枝毛一回も見たことない。リコのそう、そうなんですよ。ショートにね確かにね勇気いるよね。なんかさちっちゃい頃はさなんかこう髪の長さっていうかあんま気にしてなかったの。今ほどすごい美意識が高い、今もねまだまだだけど美意識が高いわけじゃなかったから、なんかショートカットになったところでなんかまあ髪がどんだけこう広がってようが、なんかちょっと寝癖ついてようが、なんかあんまり気にしてなかったの、その今ほど。今って結構気になるのね私、多分もう毎日アイロンかけるくらいだから気になるからこそ、なんかこう絶対に大変なのさこうお手入れが。そうだからこう一個踏み出すのには結構勇気がいるかも。昔のようになんか軽い気持ちでよし切ろうとか
よし染めようって私今慣れないね。昔の大胆な、もう羨ましいわ。そうだよね、結構ショートカットの方でもさ結構差がね、雰囲気のさ差があるじゃんか、変わるからさ。短い方も長い方もどっちも大変ではあるけど、なんかどっちもなんかどっちのなんか大変さもあると思う。短いのはやっぱりこう寝癖とかが相当目立つと思うけど、長いのはね髪の毛を乾かすのがもうとんでもなく多分倍ぐらいかかるのよ、ドライヤーがね。そうって考えるとどっちもあれかなと思うけど、なんか一回その今だとさ、例えば今私がすごく仲がいい状態でショートにしますってなったら、長い時の方を慣れてるわけじゃん、この大変さというか、ドライヤー長いとかっていうのも案外慣れてるから、短い時の大変さを感じると、あー長い方が楽だったなって思うのよ多分。そう寝癖がね多分私相当つくのよ。私今でもすごいもん、まああのナイトキャップをかぶってるっていうのもあるけど、今でも寝癖がね直角になるのさ。これがショートカットだった場合、仮に寝坊した場合、長いとさこうやって一つにまとめればとりあえずどうにかなるけど、もう短いと思っててんやわんやよ、もう直角になるのさ。私の寝癖は直角よ本当にね。なんかねこうなってる、こうなってこうなってる稲妻みたい、ね、寝癖が、まあ、気持ちよく寝てんだろうねいい睡眠取れてるみたい。雪星くまちゃんプレゼントありがとう、ありがとうございます。大変だよ、バイ。55分だったら大丈夫するので、その時は教えてくださいね。うん、映ってた？あ、映ってない、よかった。私のなんなにナノサシリーズそんな言ってるっけ、目立つほど言ってた？あんまり気にしたことなかった。いい睡眠頑張る、睡眠できるように。明日の配信はサイン会前に30分くらい、あ、前って言ってもそんな直前30分前とかじゃないけど、より前の時間で30分くらいできたらいいなと思ってます。こんばんは。なのさ好き？嬉しい。ハート、ゆきありがとう。ね、明日サイン会。なんかさ今さそのデビューミニアルバムのね特典の感じでさサイン会あるけど、サイン会4人ってやったじゃん。もう3日目なんだよ、あんたやばすぎる。こんな一瞬のことある？めっちゃ早いんだけど。そう、うんうんうん、丸顔の方でもね、なんか似合うショートカットの形っていうのが絶対あると思うの。なんかネットで調べるとね、なんか丸顔の方がどの形かまでちょっと私も覚えてないけど、なんかこうある、絶対にあるあるはずだから、ショートカットにしたいっていうのがあるのであれば、こうよく想像するショートカットの形じゃないかもしれないけど、希望はね全然あると思う。まあ最悪もうとんでもなくもうやっぱりショートにしなきゃよかったって思ったら、エクステとかね今はあるからね、いい感じに馴染んでつけれればね、それはそれで楽しそうだけどね。まあ手入れはちょっと大変と思うけど、そうそう、サイン会ね本名の方ね多いよ、サイン会。バラありがとう、ミニアルバム予約ありがとう、嬉しい。結構ね前回のサイン会もどなただっていうニヤニヤと思う瞬間ありましたからね、皆さんぜひ教えてくださいね、事前に。嬉しいです、教えていただけると。
本名大公開しちゃって、まあ、どうしてもうわバレたくないよってなったら、まあコメントはその時のねリアルタイムのコメントはちょっと読めないかもだけど、まあ、送ってくださってる方の中でもねタイミング合わずにね読めなくなっちゃって申し訳ないっていう時もあるんだけど、そう読めないかもだけど、まあ、ずっとサイレントでしていてくださると結局どなただで終わると思うその時は、まあ、具体的なお話が本名の方だとなかなかちょっと勇気がいるかなっていうのであんまり話せない部分はあるかも、どうしても。うんうんね、私が皆さんの本名を間違って認識しちゃってた場合、あのこれは何の話だとかなっちゃうとすごいね申し訳ないから。そうそうそう、まあサイン会でももちろん皆さんへのねメッセージたくさん伝えたいお届けしたいですけど、まあオンラインとか1対1のところだともう確実だからね、その時によりたくさん伝えられたらいいなと思ってます。21日よろしくね、ありがとうね。そうなんです、本名が名前になっちゃってるからどうしようありがとう、教えてくれて分かりやすい、嬉しいありがとうございます。あ、皆さんの本名認知はまだなかなかまだまだだと思うので、まあ、当日もね教えていただけると嬉しいです。あれ本名だったの？びっくりびっくりじゃん、漢字とかそのままなのかなハート雪ありがとう、うんうんうん、お兄ちゃんが申し込むときに兄ちゃん申し込んでくれるかな、だったら結構ね皆さんのお名前とかでも「おお友達と同じ感じ」とか「誰々と名前が私のね知り合いのね誰々と感じとか雰囲気似てる」とかっていう方とか本名だとねいらっしゃるわけじゃん。そうなんかこう「おお」って思って「ああ」みたいな。こんな感じなんだみたいな、こう誰々さんはこういうお名前なのねみたいなありますよ。やばい時間が来る、結婚してありがとう、プレゼントありがとう待ってどこにカーソル置いてんの謎な文章できてるから、謎な名前すぎる面白すぎる。 I love you ありがとう、ゆきありがとう、満員電車あっという間でした。あーそっか、そうだ、この時間そうだよね、終電間近だとさ、あんま終電乗ったことないけどあれだよね、満員電車になるんだよね逆にね。お疲れ様、お勤めご苦労様です。今日も日本を世界を支えてくださってありがとうございます半年分の疲れ吹っ飛んだ、よかった、明日を見てくれたら1年分になるね可愛い、ありがとう、雪ありがとう。待って、55分なった、なっているのか、あ、なっている、なっていました。ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっとこれだけ返信をしておかないと、OK、ではではそろそろ段準備をしていきたいと思います。13位の方からです。13位、ケイジさんありがとうございます。12位、ツイトクさんありがとうございます。11位、ゆうかだけのかんちゃんありがとうございます。
10位レグルスさんありがとうございます。9位オベロンさんありがとうございます。8位チャーちゃんありがとうございます。7位シドさんありがとうございます。6位あやなどしちゃんありがとうございます。5位もなかさんありがとうございます。4位りょうさんありがとうございます。3位スカイさんありがとうございます。2位しげちさんありがとうございます。そして1位小倉彩香ちゃんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとう、どうもありがとうございます。今日お誕生日はありがとうございました。こちらこそですよ、本当に嬉しかった、ありがとうございます。たくさんありがとう。ということで皆さん今日も一日終わるね、あっという間だよ。ということでもうあと2分で明日になるからツアーまで残り9日ということになりますね。合ってるよね、楽しみだ。明日休日？え、もう明日ってそ、え、待って今日金曜日なの？最高じゃん。皆さんお疲れ様。頑張った。今日も一日頑張った。私もみんなも頑張った。ついに1桁ね。1桁だよ。いい感じ、このルーム。皆さんが温かいからね。本当にありがとうございます。みんな頑張った。明日は待ちに待った。サイン会です。明日も土曜日でからお仕事あるよって方もね、もう夜には私が皆さんのお名前をお呼びさせて名前を書かせていただいているので、頑張ってあのお仕事やバイトなどなど応援してます。学校もね。オベロンさん頑張った、ありがとう。皆さんにも頑張った届け届いてますか。ということでもうなっちゃうね。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。嬉しい、皆さんと話して楽しいね、幸せです。また明日も会えますように。今日も良い夢をいっぱい見てね。村山優香が出てきますように、出てきますように出てきますように。はい、バイバーイ、おやすみ、ありがとうございました。スクショ、うんうん、うんうん、ありがとうございました